卒業する4年生からなんか言葉をいただけたらなと思うので、まずじゃあ田茂健お願いします。皆さんこんにちは。もう暗くて何も見えないんで。ありがとうございます。よく見えるよ。ちょっとだけ思い出話しようかな。じゃあ2月に入ったのはですね、大学1年生の時でめっちゃコロナ禍だったんですね。でなんかねこう適当にこう縫製のサークル探して、最初ホームってサークル入ったんですよ。なんか何も分かんないから、とりあえず適当に入ってしまえって入ったら、そこの一個上の先輩に、タモケン絶対にジャズ行った方がいいよって言われて行ったのが始まりでした。それからソータとかそういういろんなメンバーとかと会いましてですね、みんなすげえ上手くて、黒田先輩っていうギターの先輩がいたんですけど、上手すぎて結構絶望してしばらくギター弾かないっていう時期があったりとかしたんですけど無事帰ってきました。ありがとうございます。根津の方々にはいろいろご迷惑ご心配などもおかけしつつもいろんなバンドを込めて本当に、幸せだったなと思います。俺死ぬの本当に皆さんありがとうございました。
や誰が喋りたい方いますか。吉水じゃない。当たり前ない。いや、佐藤さん。佐藤さん。はい、広瀬さん。さっきも話したんです確かに、はい、僕がサークル入ったきっかけはNSP でセッションみたいなバンドずっとやってたら、中地さんに僕ってセッション好きって入って、で、タモケンが上手すぎて絶望してあ、嬉しい、そっちの立場になったんだ俺、やったそう、で、本当に音楽の素敵さを教えてくれるようなサークルで楽しかったです。本当に寂しいですねそんな、もう喋ることもないんではい、まあ、まだあと1回 MC の機会あるんで、ちょっとソウタさんには次の曲の後で撮っといてもらってごめんなさい、はい、じゃあ次、あ、そう、このバンドは去年ね、そのタモケンが絶望した黒田先輩も乗ってたバンドで、もう一回やりたいねっていうことで、黒田先輩の代わりに宇野さんに入ってもらって、まあ、あと他マイナーチェンジ多々ありやってます次はネバートゥーマッチ、めっちゃ自分のリーダーライブとかでもやった大好きな曲やります。Just to get my side, I called you a veteran and then I was broken hearted. Now I'm the fall, can be too late before so something like that. Open the door up and give me something that you're standing. Who is the goal? Who's the goal? Who's the goal? I'm the leader. I'm ready to be with you, but hear the cameras screaming harder. Always a gamble and I'm so bad that I'm
チュバチュバ。ありがとうございます。じゃあ、ソータさんからのお言葉です。まあ、お言葉っていうか、まあ、ちょっと、まあ、みんなニジャスに入った経緯とかを話してるんで、まあ、そんな感じのことをちょっと誘って話して次に行きたいなと思うんですけど、僕が多分ニジャスに入ったのは多分タボケンとかと同じぐらいの時期だと思います。でも本当にコロナで新刊とかも全部なくて入る作ないなって思ってた時に、なんか小規模な机出しみたいなのがなんか秋ぐらいに実はあったんですよ、ニジャズ で。それに行った時に忘れもしないんですけど、なんかトトの T シャツを着てるやつがいて、でまあカクヤなんですけど、それはカクヤ私のラムのやつなんですけど、でそれでもうなんか音楽の趣味合うなと思って、でそのサークル入ったらもうだいたいどういう曲好きかみたいなの聞かれて、その時2年生だったかの和田城に君はここしかないって言われたんですよお前はここしかないって言われて、でそれでなんかニューサーを決めたみたいな感じなんですけど、ニジャズに僕は実はニジャズしか音差入ってなくて、なんかずっとニジャズにいてずっとセッションして、まあ、ずっとアクトとかそういうのあったらまあ行ってみたいな感じだったんですけど、まあ、僕は結構というかもう言うまでもなくこのサークルが好きなんですよ。まあっていうのはまあ普通の音楽サークルよりもやっぱりなんかセッションっていう活動を通してなんかどんどんなんかプレイヤー同士の息が合ってくるっていうか、なんかそういう感覚がなんか言葉とかじゃなくても演奏でわかるみたいな感じで、まあちょっとなんか変なこと言ってるけど、まあちょっと話長くなりそうなんで、この辺で締めます。ということで皆さん4年間か、まあ、大体3年ぐらい後輩とかですよね。まあ仲良くしてくれてありがとうございました。まあ、正直、まあ、卒業なんで寂しいですけど、まあ、みんなにはもっともっと頑張って上手くなってもらいたいなと思います。以上です。ありがとうございます。こんにちは、多大生です。多分一番最初に入ったのはタモケンに誘われて反強制的に入らされたんですけど、でそんなことなかったね。で僕全然法政の大学じゃなくて本当に多大生なんですけど、もともとジャズとかちょっとやっててなんで、もともとポップスとかも好きで、なんでセッションとかも通してやれてとっても楽しかったです。本当に特に今回ってくるかどっちかなと思ってて、回ってこないかなって安心してたら来てたんで、でも本当にみんな仲良くしてくれて本当に、嬉しかったです。ありがとうございます。最後の曲、Want Me Back。